宇宙世紀0079スペースコロニーサイド3は開戦当初より新型兵器モビルスーツを実用化していたジオン軍は、一方モビルスーツの有効性に気づいた連邦軍も直ちにモビルスーツの開発に着手。しかし技術的にはジオンを上回っていた連邦軍であったが、モビルスーツによる実戦のノウハウは完全に遅れを取っていた。そこで連邦軍はモビルスーツに、この特殊部隊は であるから、近々ヨーロッパで開始される大規模な作戦のために、ジオンの戦力を少しでも割く目的で世界各地での戦闘命令が出ている。君たちモビルスーツ特殊部隊第三小隊もその任務に従事してもらうこととなる。その作戦とは噂されていたオデッサ作戦ですか？それを知る必要はない。君たちはできるだけ多くの敵の注目を長く引きつけることが任務である。つまり陽動が目的ということですね、公園住所。そういうことだ。なるほど、我々モルモット部隊にはお似合いの任務だ。これからはモビルスーツが戦場での主役となるでしょう。だからこそ順将はあなた方に期待しているのです。特殊部隊としての自分たちの役割はよく理解しているつもりです。それでは V 作戦で試作されたモビルスーツを一機送ります。他の部隊では有効な運用方法が見出せなかった機体だそうです。それと新任の戦闘オペレーターを紹介しよう。ノエル・アンダーソン伍長です。よろしくお願いします。彼女のモビルスーツ戦術論は一級品だぞ。私が保証する。第三小隊隊長マット・ヒーリー注意だ。よろしく伍長。はい。では作戦準備に取り掛かってくれ。筆報を待っている。はっ。モルモット部隊。
一機でも多くの敵を引きつけて勝負をかける。ことで引き下がれるものか。無駄だ。悪いか。これで決着をつける。甘い。そろそろ借り入れ時だな。やらせるかよ。こちらがその気ならば遠慮しない。これ以上お前たちの好きにさせるか。俺を舐めてたら痛い目見るぜ。悪いな。容赦はしないで。
舐めてたら痛い目見るぜ。
悪いが、これで終わりにさせてもらう。雑魚に構ってられねえんだ。さっさと片付けねえとな。だけじゃ勝てねえってことを教えてやる。一つ手合わせ願おうか。覚悟はよろしいですね。調子に乗るな。
Thank you.
宇宙世紀ジオン軍の地球史上の連邦軍。しかしこの状況に変化が訪れる。ジオン公国軍地球方面軍司令のガルマザビ大佐がホワイトベース隊の活躍により戦死。この結果地球上に展開していたジオンの各方面軍の指揮命令系統に混乱が生じた。これを好機と見たレビル将軍は水面下で計画を進めていた反攻作戦の目標をヨーロッパ黒海沿岸にあるジオン軍最大規模の資源供給源オデッサに設定。連邦地上戦力の約3割をも投入し地球上のジオン軍を掃討すべく一大反攻作戦オデッサ作戦は今開始。
る手立てはあるはずだ。我がこれで決着をつける。これ以上お前の好きにはさせない。
手立ては こっちも暇じゃ。
We'll be right back.
きな。お前さん、思想が出てるぜ。戦場じゃ自分を見失った方が負けるのさ。Thank you.